皆さん、こんにちは。今日は不登校少女の一日を撮ってみました。学校に朝だけ行くので起きました。今日の血圧です。サプリを飲み始めてからだいぶ変わりました。これは約2ヶ月半前の記録です。この時はまだサプリを飲んでなくて、朝起きるのが辛かったです。体重を毎朝測ってます。ちなみに私は 150cm 台後半です。お風呂入って髪の毛乾かします。もし学校で気分が悪くなっちゃうと大変なので、帰ってきたらちゃんと食べます。この日は調子が良かったので近くの公園まで行きました。かわいい雲。久しぶりにブランコで遊んだら本気になりすぎて気持ち悪くなりました。どこを見ても綺麗な雲と青い空。ブランコやってたら気持ち悪くて、食べやすいものを食べました。たくさん反省することがありました。買ったものを紹介する動画を出したので見てね。取れなかったです。パソコンも初心者で、キーボードも打つのが遅いです。パパがパソコンを使うお仕事をしてるので、いつもわからないことはすぐに聞いたら簡単に教えてくれます。ちなみにパソコンもキーボードもパパのお下がりです。 Win7 なんですが、古すぎて使えなくなるのが多くて、最近少しだけ困ってます。3月24日までに YouTube を30本投稿を目標に頑張ってみようと思います。動物の森とアルセウスをしました。お肉とか野菜炒めとか出ました。すごく美味しかったです。数ヶ月ぶりにうどんを少しもらいました。さつまいもをスライスして作りました。美味しかったです。ママたちにも美味しいって言ってもらって嬉しかったです。今日は不登校少女の一日でした。最後まで見てくれてありがとうございました。 YouTube 以外にも TikTok、Instagram、Twitter やってます。気になる方、概要欄から飛んでみてください。